なぜ、すでにここに降り、上に登った？いや違う、構造上それはできない。何よりまだ花がある。これを持ち帰らないと勝ちにはならない。まさか、私の勝ち？私のターンになっても、ユメコはまだ現れない。いくら何でも遅すぎないか。ミスなく問題を解き、最速で降り。 最速で登る。これに集中すればいいと思っていたが、分かっている。私の不安の根源、この塔には未解明の謎がある。登る時には通じていた中央扉がなぜ壁になっていたのか、側面扉はなぜ単ごとに位置を変えるのか。私はこれらの謎には目をつむってここまで来た。しかし、もし5階と1階が本当は行き来ができるとしたら、 中央階段を使って、ユメコが先行していたら。いや、百合の花はまだあるから、それはないはずだが。中央扉の答えは120。開けよう、確かめなければ前に進めない。やはり壁、中央階段は使えないのだ。しかし、ではユメコは特に問題に苦戦しているのか。 いや、奴に限ってそんなことは。ユメコのターン。この階でも側面扉の表示は変化している。角度を示し、相対的な位置関係を維持したまま。まるで。よいしょっと。ああ、やっと着きました。五十嵐さん、おはようごとうちゃくで。でも、たった1ターン差ですからね。私もここから巻き返しますよ。この花をご買いに持ち帰るんでしたね。<笑>ん？どうかされましたか？<笑>いえいえいえ、すみません。何でもないんです。あなたのおっしゃる通り、いいギャンブルにしましょう。はい、いいギャンブルにしましょう。それでは失礼します。私のターン、問題を解かなくては。お互い頑張りましょう。